ワークマンイージスリフレクトを通勤に使ってました。今日は出勤時間は14時くらいに家を出ました。気温は18度から20度ぐらい、風は強かったんですけど結構日差しが強く気持ちのいい日でした。行きのスーツ内の温度は27度から28度ぐらい、蒸れもなく快適ないい感じで通勤できました。さあ仕事も終わりました。時間は夜中の23時ちょい過ぎ。これから帰ります。この時の外気温は8度から11度ぐらいの間を推移してました。それでスーツ内の温度は24度から27度、後半はほぼ27度をキープしてました。今晩の気温はだいたい一番低い時で8度ぐらいでした。これぐらいの温度ではイージスリフレクトを着て走るのは全然問題なく快適な状態で走ることができました。